パイロット。こんばんは、カヒミカリーです。先週から始まったカヒミカリーのミュージックパイロット、今日で2回目なんですけど、この番組は日本で一番早くて新しくてかっこいい曲を紹介しようと思ってます。洋楽とか邦楽とかメジャーとかインディーズとかそんなものは関係なくて、気持ちの良い音楽は何でもって感じ。ジャンルにももちろんこだわらずに、チャートとかチャート順位とかレコードセールスももう全然関係なくて、みんなが気に入ったり、あと私が一人で気に入ってしまった曲をどんどんかけていきたいと思います。すごくたくさんの2回目なのにハガキとかをいただいて、すごくみんなで喜んでるんですけど、どうもありがとう。今日はそのハガキとかもたくさん紹介したいと思うんですけど、これからも、どんどんリクエスト受け付けてますので、たくさんお手紙ください。今日はまだ2回目なので、1曲目は私の自己紹介がてら曲をかけたいと思うんですけど、今日の1曲目はこんな感じで、ズームアップカヒミカリ。小林大輔さん、あとリエさん、その他たくさんの方からリクエストいただきました。マイファーストカリーというマキシングシングルの中からズームアップカヒミカリーでした。この曲はあるテレビのコマーシャルにのために作った曲で、初めはすごく短い曲だったんですけど、小山田くんにコーネリアスの小山田くんという人に作ってもらって、2人ともすごく気に入ってしまって、あと割と評判も良かったので長いバージョンを作って、それでその私のマイファーストカリーっていうマキシシングルに入れたんですけど、どうでしたでしょうか。初めてこの放送を聞いて私をしてくれた人も多いと思うんですけど、これからもまあちょこちょこ私の曲もかけていこうかなと思ってるんですけど、そうです、次の曲は私はいろんなアーティストの影響を受けてるんですけど、中でも好きなのはセルジュ・ゲンズブールで、いろんなまたこのゲンズブールの曲をかけてくださいっていう
リクエストがたくさん来たんですけど、江戸川区の本田真希さん、その他の方からたくさん、いただきました。私はすごくゲンズブールの曲は好きなのがたくさんあるので、今日これを選ぶのも結構難しかったんですけど、とりあえず聞いてみてください。2曲続けてお送りします。1曲目はリアンリアンジュディスエサコムサ、2曲目はシャダドン、セルジュゲンズブール。Incurable. Vous êtes au courant? Oh, son histoire des photos, il est fou. Je trouve ça complètement idiot. Elle est quand même pas mal, non? Pas mal. Vous êtes amoureuse de lui? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais ça va pas, non? Rien, je disais ça comme ça. Faut pas vous fâcher. Simplement travailler avec un type toute la journée, ça peut donner des idées, c'est normal. Moi, je suis anormale, si c'est ça que vous voulez dire. Pas commode, hein? Je trouve marrante. Vous êtes sûrement une affaire, mais vous ne devez pas le savoir. Quelle prétention! Oh, vous n'avez pas compris. Cherchez pas à me placer. Vous avez ce qu'il vous faut? Exact. Elle est jolie? Elle sent très jolie. Oh là là, quel salaud! Allez, salut poupée. Chatterton, suicidé. Hannibal, suicidé. Démosthène.聞いてないんで、かっこお金がないんで、セルジュゲンズブールの曲を聴いてみたいです。どうもありがとう。今かけた曲は1曲目のあのピンボールの音が入ってるのは、一緒にゲンズブールと話してるのはアンナ・カリーナっていうあのフランスの女優さんで、アンナっていう昔映画があったんですけど、もうすごくめちゃくちゃかっこいい映画で、その中にこうある入ってるワンシーンをこう切り取ったような曲です。あと2曲目にかけたシャタトーンっていう曲は、これはちょっとなんか
あのすごい歌詞なんですけど、あのシャタトーンって知らない方も多いと思うんですけど、まあ有名な人で、あとニーチェとかヴァン・ゴッホとかシューマンとか、いろんなそういうあのラジオで言うのもちょっとなんとなく言いづらいんですけど、あの自殺をしてしまった人たちの名前をなんとか自殺なんとか自殺ってずっと続けて、でもオチがなんか、でも僕はそれ以下だっていうか、まあ大したことの自殺するやつなんと、んシューマンとか有名な人は自殺したけど、僕はそれにも貸さないというか、大したことのないやつだっていう歌詞で、あのこの歌詞とあの曲の感じがすごくかっこよくて好きなんですけど、セルジュ・ゲンズブールはこんな感じで、歌詞とか曲のこう組み合わせ方がすごくこう独特で、あのこうエスプリが効いてるというか、これからもきっとまあ書けると思うんですけど、楽しみにしててください。次はあのリスナーと一緒に作るコーナーで、こんなかっこいい曲とか知ってるとか、すごい曲を見つけたからかけてねとか、どんどんみんなから送られてきたリクエストの中から私がチョイスしてかけたいと思うんですけど、その中から静岡県藤枝市の吉田ひろみさんから、かひみさんこんばんは、かひみカリーのミュージックパイロット聞きました、エルマロの曲とエラスティカの曲両方ともめちゃくちゃかっこいいと思いました、これから毎週かひみちゃんのラジオが聴けるなんて本当にすごく嬉しい、頑張ってください。モーマスの曲リクエストします、カリーオンザレイディオちょっと前にやりましたよね、その番組の中でかひみちゃんが紹介してくれた曲、なんて曲か忘れちゃったんだけど、それお願いします。他にもモーマスの曲でいくつかかひみちゃんのお気に入りの曲なんかをかけてほしいです、あとモーマスについての話を聞きたいです、かっこどんな人だということなどなど点々点、次の放送もすごく楽しみにしています、どうもありがとう。今日はあの実は今度モーマスは久しぶりに新しくアルバムを出すことになったんですけど、その中で私が一番気に入ってる曲を紹介したいと思います。では聴いてください、トゥーシュブラシでモーマス。 I was born in the dust bowl to brush my hair, detergent foam is my mattress, toxic waste is my bed, in the middle of the night, electric popular station, my only light. I've got a maggot in my brain, all in my car crash of a queen, solenoid barbershop quartet, blue jean man, bullet the blue jean man with a blue jean pain, drinking plastic, ectoplasm, detergent foam, beatnik of the buttnik, bioethical criminal, bioethical criminal, stuffing on traveler's checks, whatever the drug dealer accepts, feverish bathroom sex, Mr. Police Detective Sergeant, please accept, please accept, please accept, stealing on traveler's checks. Well, I was born on a dashboard, I was born on a dashboard with a toothbrush for my hair, in the middle of the night, electropop radio. ブラシでモーマスでした。モーマスっていうのはあのイギリスのアーティストで、今は彼はあのフランスに住んでるんですけど、あの私が1月25日にリリースした「I am a Kitten」というマキシシングルの全曲書き下ろしでプロデュースをしてくれた人で、モーマスと私はの関係っていうのは結構面白いんですけど、
私は昔からモーマスのファンで、レコードとか必ず買って聞いてたんですけど、モーマスが何年か前に初めて日本に来日した時に、日本の東京のレコード屋さんで偶然に私の、歌が入ってるコンピレーションアルバムを買って聞いてくれて、で、かひみのファンになってくれたらしくて、で、モーマスの方もカヒソのカヒミカリっていう人が自分のファンだっていうことはもちろん知らなくて、お互いにそういうしばらくそんな感じだったんですけど、お互いのファンからそう人づてでこうファンだっていうことを聞いて、でその後でモーマスがまた来日した時に会うチャンスがあって、で会ってみたらすごく趣味も合うし、こう気も合うしっていう感じですごく盛り上がってしまって、さっきかけたセルジュ・ゲインズブールってフランス人のアーティストが私すごく大好きで、モーマスもすごく大好きで、なんかそういう感じで喋ってるうちに曲とか作ろうかっていう風に盛り上がって、こう曲ができたりとかって感じなんですけど、昨日もファックスをもらったりして、結構すごく仲良しで、ファックスとかもにもこう一つ一つすごく可愛くデザインしたのを送ってきたりとかして、すごくシャイなんですけど、すごく魅力的な人で、もし日本に来ることがあったらゲストで呼びたいなと思ってますので、楽しみにしててください。次のコーナーはアイドルを探せで、なんかどっか聞いたことのあるタイトルなんですけど、このコーナーは事前でも他の人からでも構わないんですけど、あとデビューしていようがいまいが関係なくて、まだあんまり世の中に知られてない素敵な面白いアーティストを探そうっていうコーナーで、そうです、今日は私が選んだんですけれど、シーガルスクリーミングキサーキサーっていうバンドです。このバンドは前は女の子を2人が中心になってたんですけど、今はアイハちゃんっていう女の子が中心になって、ベースがもう一人女の子と、あとドラムが男の子と3人編成でやってるんですけど、この間、4日ぐらい前に下北のあるクラブでライブをやって、私は行ってきたら前にも増してすごくかっこよくなってて、きっとこの曲を聴いたらみんなどこで CD 見つけられるのとか、お便りが来るんじゃないかなと思うんですけど、私の今すごくお気に入りのバンドです。では聴いてください。シーガルスティーム、シーガルスクリーミングキサーキサー。
シガースティーン、シガースクリーミングキサーキサーでした。どうでしたでしょうか。アメリカのバンドでソニックユースっていう名前のバンドがあるんですけど、このバンドシガースクリーミングキサーキサーの子たちは彼らのファンらしくて、曲名でサーストン・キム・アンド・ミーとか、今のはそのソニックユースっていうバンドのメンバーの名前なんですけど、そういうのがあったりして、すごく かわいい曲もあったり、かっこいい曲もあったりして、私のすごくおすすめのバンドでした。ミュージックパイロットのアイドルを探せコーナー、そしてリクエストコーナーの宛先は郵便番号 150-01NHK-FM ミュージックパイロット係まで、どんどんください。というわけで、もう一曲リクエストをリクエストの曲をかけたいと思うんですけど、なんと200通以上いただいて、みんな本当にびっくりしてしまってるんですけど、来週も200通以上来たら嬉しいなと思います。どんどんかけたいと思いますので、よろしく。じゃあ今日はその中からこの曲を選びました。小沢よしこさん、世田谷区の伊藤智子さん、それから北岡空海さん&まりちゃん、その他たくさんの方からいただきました。ラブタンバリンズのメリーミーベイビーっていう曲なんですけど、この放送を聞いているリスナーにはきっとすごく一番有名なグループかもしれないんですけど、知らない方もまあきっとたくさんいて、でも今からかける曲を聴いてもらえばすごく気に入ってもらえる、きっとみんなびっくりする人もいると思うんですけど、私はインディーとメジャーからこの間リリースレコードリリースしたんですけど、そのインディーで同じところから出してるバンドで、ボーカルのエリちゃんっていう子はもう黒人みたいな声の持ち主で、それからすごくダンスっていうか、こうなんて言うんだろう、こうキャラクターがめちゃくちゃかっこいい人で、こうダイナミックな人なんですけど、すごくこう尊敬していつつ、友達としてもすごく仲良しで、すごく私と対照的だって言われて、いつかゲストで呼びたいと、エリちゃんのことも思ってるんですけど、きっとピーっていう音がたくさん鳴りそうな子です。でもとにかくラブタンバリンズの音がめちゃくちゃかっこいいっていうのが一番なので、とりあえず聞いてみてください。じゃあメリーミーベイビーラブタンバリンズ。
メリーミーベイビーラブタンバリンズでした。エリちゃんといえば実はこの間私のお誕生日だったんですけど、その時にエリちゃんは突然なんと私にケーキを焼いてくれて、それで事務所でみんなでケーキを食べたんですけど、なんかもうこんな曲もうボーカルもめちゃくちゃかっこいいし、もう私はこんな人が友達でいいんだろうかって、こんな優しいし感動してるんですけど、どうでしたでしょうか。次にかけるのは私の一押し大プッシュのマンスリーソングなんですけど、4月のマンスリーソングはタンバリンオブラブエルマロなんですけど、先週負けましたけど、リクエストを今日もいただきまして、神奈川県の逗子市三上アンナさん、先週の放送でエルマロのタンバリンオブラブがかかりましたよね。私4月3日に彼らに会ったんです。番組が終わった後に写真を撮ったりしました。ちなみに私はゆのきさんと握手もしました。曲から想像してた通り彼らで、とても楽しかった、嬉しかったです。どうもありがとう。この曲から想像していた通りのっていうのはどんな風に想像してたのか、私はすごく考えるとちょっとおかしいんですけど、どうしてかっていうと、このエルマロのメンバーの方とはすごく仲良しで、私のレコーディングにも参加してもらったりしたことが何回かあるんですけど、もうすっごいうるさいんですよ。もう上半身裸になって踊ってたりとか、もう女の子がいるのにすごいエッチな雑誌を持ち込んでたりとか、もうとにかく大騒ぎなんですけど、でもきっとファンの前ではこうかっこつけてこうなんか特に柚木さんはまあいいや、あんまりこの壊してしまうといけないので、いやでも私もエルマロはすごくかっこいいと思うし、大ファンです。では聞いてください。タンバリンオブラブエルマロ。Right.
丸でした。今一緒に聞こえてた女の人の声は、なんとさっき話してたラブタンバリンズのエリちゃんで、そのさっきの話したユナキさんっていう人とデュエットしてるんですけど、だからタンバリンオブラブなんです。じゃあ、次も、リクエスト、ペンネームプードルさんからいただきました。カヒミカリーさんへ、1回目は聞きました。カヒミさんがラジオで喋るのってあまり聞いたことがなかったので、なんか毎週声が聞けるなんてすごいと思いました。それでリクエストなんですが、というかカヒミさんの最近お気に入りの映画を教えてください。ミュージックパイロットなのにちょっと趣旨が違っちゃいますが、ではこれからもお仕事頑張ってください。どうもありがとう。私はすごく映画は好きなんですけど、新しい映画とかは映画館で見るんですけど、古いものとかはこうビデオ屋さんでこまめに探してよく見るんですけど、そのビデオ屋さんで探した中で、結構これは80年代の映画だと思うんですけど、ティルトっていう映画で、邦題はプリティギャンブラー。きっとビデオ屋さんに行くともしかしたら見つけられるかもしれないので探してみてください。これはブルックシールズっていう、今はあんまりもうそんな人気がない女優さんなんですけど、すごく子供の頃に出た映画とか私はすごく大好きで、もうめっちゃくちゃ可愛いんですよ。プリティベイビーっていう映画が私は一番好きなんですけど、このティルトっていう映画は小学生の女の子が学校があんまり好きじゃなくて、週に一度ぐらいしか行かなくて、でもオール A で、他の日はずっと学校をサボってピンボールばかりしてて、もうピンボールの天才で、それでこうお金を儲けるっていう話なんですけど、映像もめちゃくちゃ可愛いので私のおすすめです。探して見てみてください。次の曲は私が選んだんですけど、ブルーラドリーズのウェイクアップブーです。私はとにかく今一番気に入ってる曲なんですけど、ビデオを見たことある人ももしかしたらいると思うんですけど、すごくボーカルの人が坊主で、結構すごく一見もうこううさんくさいっていうか、みんな親父っぽくて怖い感じの人なんですよ。で一回私はライブに行ったことがあるんですけど、その時も、やっぱし怖そうなルックスだなっていう感じなんですけど、でもよーくボーカルの人を見ると実はこう正統派のかわいい顔というかしてて、曲の方もこの「ウェイクアップブー」っていうのはもうそういうルックスに似合わず、すごく爽やかというかポップで気持ちよくてかっこいい曲です。ルックスを見たことない人はきっとこれを聞いてから見るとびっくりして面白いと思うんで、レコード屋さんで探してみてください。ではメイクアップブーブーラドリーズ。I don't mind to pretend to
よしみさん、たなしのぜんちゃん、小金井の久保あゆみさんなどなど、たくさんの方からいただきました。ウェイクアップブーブーラドリーズでした。この番組では何回も言ってるんですけど、こんなことやってとか、どんどんご意見感想などリクエストなど、私はすごく募集していますので、たくさんおはがき書いてください。最後に今日はもう一枚おはがきをいただいた方を紹介したいんですけど、埼玉県の新座市、鈴木さやかちゃん。かひみさん、こんばんは。これから毎週かひみさんの声が聞けると思うと嬉しいです。さて、なんと4月14日は私の誕生日です。18歳になります。そして14日はかひみさんも知ってると思いますが、小沢健二くんの誕生日でもあるんです。ああ、そういえばそっか。私は小沢くんもとても好きなのです。だから4月14日は小沢くんとお誕生日一緒だし、かひみさんのラジオが聞けるしと、とても嬉しいのでハガキを書きました。それではこれからも頑張ってください。またハガキ送ります。さやかちゃん、お誕生日おめでとう。小沢くんも14日だったんですね。今日は私のお誕生日とさやかちゃんのお誕生日の話を2回してしまったんですけど、お誕生日の人がいたら、誕生日の曲もかけたりとかしたいと思いますので、リクエストなどいろんな何でもたくさんください。では宛先は郵便番号 1501 NHKFM ミュージックパイロット係まで、どんどん待ってます。今夜のラストナンバーはこの曲です。私の曲なんですけど、ディモアケルクシューズアボンドドフミ、これはフランス語の歌詞で、すごく長いんで、日本語の意味は寝る前に何か言ってっていう意味なんですけど、これは私の大好きなフランスのバンドのカトリーヌっていう人が書いてくれて、最後の曲にぴったりなんじゃないかなと思います。なんかこうフランス語なんですけど、すごく短くてこう覚えやすいメロディーなので、みんなこう口ずさめるような歌詞で、曲で私の大好きな曲なんですけど、最後までじゃあ聴いてください今夜のラストナンバーは今ケルクシューズアポンドタフミカヒミカリー、カヒミカリーのミュージックパイロット。また来週。Quelque chose avant de partir, quelque chose.
du pays, la nuit va m'emmener. Contre guerre ennemie, mais je devrais lutter. Entre bien près de thank you.